カリケアミシン類は、バクテリアマイケローミノスパーイキーネスパーに由来する、エンジン構成物質の一群である。カリケアミシンガンマ1が、最もよく知られている。カリケアマイシンとも呼ばれる。カリケアミシンは1980年代中頃に、テキサス州カービルの白亜室の土壌から管理された。資料はレダリー研究室で働く科学者によって、採取された。カリケアミシンは、 全ての細胞に対して、極めて毒性が強く、2000年には、CD33 抗原標的型免疫方法体、N アセチルジメチルヒドラジドカリケアミシンが開発され、飛行系がん急性骨髄性白血病に対する分子、標的治療薬として市場に出された。カリケアミシンガンマ1及び類似するエスペラミシンは、知られている中で最も強力な抗腫瘍剤である。 カリケアミ神類は DNA を標的とし、DNA 差の切断を引き起こす。カリケアミ神類は DNA のマイナーグルーブに結合し、そこでバーグマン感化と類似した反応を起こし、ジラジカル種を生成する。すべてのエンジン類のように、このジラジカルは、次に DNA の主作の出をキシリボースから水素原子を取り去り、結果として DNA 差の切断が起きる。 この分子の生合成の核となる代謝経路は、その他のエンジン化合物のものと似ており、ポリケチド合成酵素経路を経て起こる。カリケアミシンの DNA のマイナーグルーブへの結合の特異性は、この分子のアリールテトラサッカリド元によるものである、ことがクローザースラによって明らかにされた。 アレクサンドロス大王は、この化合物によって汚染されたスチュクス川の水を飲んで、中毒になったと提唱されている。ありがとうございます。